どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、なんとこちらのクレジットカードですね。はい。ヒルトアメックス、こちらはプレミアムカードなんですけども、本日はね、速報ということで、ヒルトアメックスね、新規入会キャンペーン強化が参りましたので、本日はこちらの解説、やっていきたいなと思います。 ということで、最近ね、行われているね、キャンペーンでは多分ね、一番ではないですかね。まあ、カードがね、あの、ヒルターアメックス自体がですね、発行が開始になって、その1年後ぐらいにですね、プレミアムカード、年間6万6千のプレミアムカードで、無料宿泊特典、ビーマウンバウチャーが、 2泊ね、もらえるっていうね、キャンペーンが今までね、あったんですよね。で、今回のキャンペーンもですね、それと同じぐらいね、ま、あすごいね、キャンペーン来ておりますので、ヒルとアメックスね、発行検討された方ですね、かなりね、チャンスだな、なんていうふうに思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。 ということで、早速ね、内容に入っていきましょう。まずね、一般カード、こちらからですね、年会費16,500円、家族カード1枚無料って言ったがちになります。個人的にはですね、コスパ最強なので、このね、一般カードがね、おすすめって言ったがちになります。まずね、キャンペーンから紹介させていただきますけれども、ヒルトアメックス一般カード発行してい,ていて、発行後3ヶ月以内に30万円の利用で1万ポイント、100万円以上の利用で、ウィークエンド無料宿泊特券1泊分もらえるって言ったがちになります。 で、100万円のご利用分でえ、ヒルとアメクサはね、100円で2ポイントがね、もらえるっていう風になりますんでえ、2万ポイントですね、獲得することができますんで、3ヶ月以内に100万円利用していただくと、合計3万ポイントがもらえて、プラスね、ウィークエンド無料宿泊特典が1泊ね、もらえるっていった形になります。で、このね、3万ポイントなんですけども、まあ、このままね、国内で利用できるのかっていう話なんですけども、残念ながらですね、3万ポイントで利用できるっていうところは、 ヒルトン・ナリタとダブルツリーバイヒルトン・ナハとかね、まあ、ここら辺だったら利用できるかもしれないぐらいですかね。まあ、ヒルトン・ナリタだったら多分2万5000ポイントね、つくことが結構多かったりしますんで、まあ、タイミングによってはね、利用できるかななんていうふうに思うんですけども、かなりね、限られます。もしね、あの、自由に使いたいっていう方は、クアラルンプールドがね、あの、マレーシアになるわけなんですけども、まあ、ここね、すごいホテル、 ポイントがね少ないんですよねまあ私もヒルトンダイヤモンド主要で昨年行きましたけども、まあ、1泊7000ポイントとか8000ポイントとかねそこら辺で宿泊することもできましたのでまあ、ここに行くとですね何泊か利用することができるかななんていう風うに思うんですけどもまあ、こういった形になります で、次にね、もらえるこのウィークエンド無料宿泊特典ですね。これがね、非常に強いですね。今回ね、新規発行していただいて100万円利用していただくとですね、このウィークエンド無料宿泊特典一泊ね、もらえるわけなんですけども、このね、ウィークエンド無料宿泊特典っていうのは、もちろんね、週末、金土日のね、宿泊にしかね、利用することができないんですけども、対象外のホテルがですね、一応公式サイトでね、こういった形で出ているはいるんですけども、このホテルはね、まあ、オールインクルーシブっていうね、 朝食、昼食、夕食、ここら全部ね、入ってたりとか、あとね、ヒルトンにはタイムシェアっていうね、まあ、プログラムが別にあるんですけども、それの対象ホテルだったりね、まあ、ここら辺は利用することができないんですけども、これ以外のところはですね、利用することができるんですよね。簡単に言えばね、対象外これだけなんですよね。 ですので、このね、ウィークエンド無料宿泊特典っていうのは、国内のね、ヒルトンではどこでもね、利用することができるっていう風になりますんで、コロナと東京でも、コロナと大阪でもね、あの、日本国内でね、最上級ブランドは、今現在ね、6京都なんですけども、ここもね、無料宿泊特典で、こちらもね、利用することができるっていう風になるんですよね。まあ、6京都ね、一泊ね、6万とか8万とか、高い時は10万を超えたりするんですけども、まあ、こういったところでもね、利用することができるっていう いう風になりますんで、これね。本当に強いですね。 またね、海外でもね、利用することができまして、2022年ね、昨年、世界一周の途中で、ィルトンモルジブね、えー、使わせていただきましたけれども、この時の一泊も、このね、ウィークエンド無料宿泊特典で、えー、利用することができました。ここね、一、えー、泊ね、10万、当時ね、10万とか15万とかしたと思うんですけれども、これも一泊ね、このウィークエンド無料宿泊特典でね、利用することができるっていうふうになりましたので、まあ、非常にいいですよね。またね、これ、 私はね、ヒルト・モリジブで、まあ、ヒルト・モリジブはまだ開業したままなかったんでね、ここを選びましたけども、まあ、ウォルド・オフ・アストリアとかもね、対象の客室が空いてればね、利用することができるっていうふうになりますんで、このウィークエンド無料宿泊特典なんですね、高級ホテルでもね、自由に使えるっていうふうになりますんで、かなりね、おすすめです。で、またですね、ヒルト・アメックスの一般カードはですね、今回キャンペーンで100万円使うとね、一泊、ウィークエンド無料宿泊特典もらえるわけなんですけども、 カードの更新と前年のね、決済額150万円を超えていただくと、ウィークエンド無料宿泊特典1枚もらえるんですよね。ですので、今回のキャンペーンを合わせると、2枚ね、150万円以上決済していただいて、更新していただくとですね、もらえるっていう風になりますんで、これはね、本当にめちゃくちゃいいですよね。で、この150万円ね、 あの、達成するの厳しいよっていう方もね、まあ中にはいらっしゃると思うんですけども、まあ私の動画でね、結構ね、あの、紹介させていただいておりますんで、私の動画のトップページに行って、え一番上の方にですね、クレジットカードのポイント2023みたいなのあると思うんですけども、まあそこでね、紹介して、 いただいている通りですね。アメックスの経由で投資信託を購入していただいたりとかですね。アメックスはね、百貨店ギフトカードとかもね、購入することができますし、もちろんアマギフね、購入していただいて、決済資料積んでいただいてもね、OK っていうふうになりますんで、まあ、これで困ってる方は、ここら辺ね、チェックしていただいて、こちらもね、ぜひ活用して、このね、150万円ね、達成していただければな、なんていうふうに思うんですよね。まあ、おすすめとしてはですね、アメックス経由のね、投資信託購入がね、おす,すめっていった形になります。で、このね、ヒルとアメ X 一般カードねコスパ最強だっていうね話をさせていただいたと思うんですけれどもこのねクレジットカードはまず年会費が16,500円ということでアメックスのクレジットカードの中では非常にね年会費が安いクレジットカードなんですよねしかもヒルとアメックスの一般カードは発行しただけでゴールドステータスになれるっていう風になりますんで一応ねゴールドでもヒルドホテルはアップグレード対象っていう風になりますんで予約した方 客室よりですね、1個か2個ぐらいね、アップグレードしてもらえるかもしれないですね。これはまあ、クイズ状況によりますんで、まあ私はね、あの、アップグレード自体はですね、まあ、されたらいいなぐらいで思っておいていただきたいんですけれども、アップグレードも対象になります。もう一つのね、強い特典はですね、 アメリカ国内を除く、またね、モッとホテルブランドを除くわけなんですけども、ヒルトンホテル宿泊した際に、朝食はね、2名分無料になるんですよね、このゴールドステータスで。で、こちらがですね、日本国内であればですね、ヒルトンホテル、どこでも利用することができるっていうふうになりますんで、発行しただけでゴールドになれて、またね、宿泊したらアップグレードもされるかもしれない。また、朝食はね、2名分無料でね、利用することができるっていうふうになりますんで、非常にね、 おすすめっていただかちなんですよね。で、年間150万円ね、今回のキャンペーン100万円で1枚、150万円で1枚ね、ウィークエンド無料宿泊特典もらえるっていうふうになりますんで、これはね、本当におすすめっていただかちになります。で、もっとね、詳しく知りたいよっていう方はですね、ヒルトアメックス、えー、クレジットカードはね、2023年のね、徹底解説動画も出しているっていうふうになりますんで、これもね、トップページから見れるようにしてありますんで、あとね、この動画の最後の動画にね、入れておきますんで、こちらもね、確実にチェックね、していただいて、 え、発行をね、検討していただければなと。 思います。それでは次にプレミアムカードですね。こちらです。年会費が6万6千円。家族カード3枚まで無料ということで、プレミアムカードはですね、年会費が6万6千円。非常に高いですよね、年会費。ですので、こちらはね、本当に一部の方におすすめっていうふうになっておりまして、6万6千円で年会費はね、むちゃくちゃ高いんですけども、こちらのカードは年間200万円決済していただくと、ヒルトンホテルのゴールドではなく、ダイヤモンドにねなれるっていう点なんですよね。ダイヤモンドなり ればでですすすねねップグレーードもです、ね、スイート対象になりますこれもねまあほとんどねスイートに入れることはないんですけれどもまあアップグレードがねさらに良くなるっていう風になりますまたですねダイヤモンドステータスになりますんでクラブラウンジが利用することができるんですよねですので、ね、キルトンホテル宿泊した際にですね朝食も利用できますし、えー、ラウンジのねカクテルタイムとかもね利用することができますんでホテルで軽食とかアルコールとかもね無料で利用することができるっていう風になりますんでこちらね200万円を、ね 得られる方はですね、プレミアムカードもね、おすすめっていたがちになります。まあおすすめなんですけども、年会費が高いんでね、まあここはね、あの、お好みでっていう風になるわけなんですけども、まあ基本的には200万円超えられる方はですね、決済額ね、おすすめっていたがちになります。で、 今回のキャンペーンの内容ですね。発行後3ヶ月以内に30万円の利用で3万ポイント。で、250万円の利用で、ウィークエンド無料宿泊特典が2百分。で、またね、250万円の通常利用分で、100円でね、プレミアムカードは3ポイント貯まるっていう風になりますんで、7万5000ポイントっていう風になりますんで、合計でね、10万と5000ポイントプラス、ウィークエンド無料宿泊特典が2枚ね、もらえるっていった形になります。決済額がね、250万ということで、しかもね、3ヶ月以内、 っていうふうになりますんで、ハードルはむちゃくちゃ高いですよね。はい。ですので、まあ、こちらね、超えられる方はですね、プレミアムカードね、おすすめっていた形になります。250年、ね、3ヶ月ってのはね、私で、ね、ちょっと二度見しちゃいましたもんね。半年とか1年とかね、結構200超えのね、あの、アメックスのキャンペーンあるんですけども、3ヶ月以内で250ってなかなかですよね。 まあこれがね、超えられる方はね、ぜひ、検討ねしてみていただければなと思います。まあ特典はね、ウィーケンド無料資格特典ね、2枚もらえて、さらにね、10万5000ポイントっていう風になりますんで、 あとね、5000ポイント足していただければ、6京都とかもね、宿泊することができますし、ウィークエンド無料宿泊特典2枚。またね、ヒルとアメクスプレミアムカードは、カード更新するだけで、ウィークエンド無料宿泊特典がね、1枚もらえますよね。で、また300万円超えていただくと、さらに1枚もらえるっていうふうになりますんで、今回のキャンペーン全部入れてね、年間300万円決済でカードを更新していただくと、ウィークエンド無料宿泊特典ね、4枚。 獲得することができるっていうふうになりますんで、これはすごいですよね。まあこういった感じでね、利用していただければですね、かなりね、まあこの250万っていうハードルは高いんですけれども、まあいいのかななんていうふうに思いますので、まあここら辺ね、ハードル超えられる方はぜひね、こちらも検討ね、してみていただければなと思います。 ということで、今回ですね、ヒルトアメックスのね、新規入会キャンペーン強化ということで、動画ね、作らせていただきましたけども、前回のね、キャンペーンもね、非常に強かったんですけども、もらえる宿泊店がね、ビーマンバウチャーっていうので、ヒルトンブランドしか使えなかったんですよね、前回のは。ですけども、今回のはね、ウィークエンド無料宿泊特典なんで、コンラットも使えればね、LXR もウォルドファーストリアもですね、週末でまたね、枠さえ空いていればね、利用することがね、できるっていう風になりますんで、これはめちゃくちゃ 強いですよね。またね、ヒルトンホテルなんでね、国内だけでもなく、ハワイとかニューヨークとかロサンゼルスとかね、ロンドンとか、私はロンドンとあと、ローマとかでもヒルトンホテルのね、ブランド使わせていただきましたけれども、まあ海外でもね、こちら利用することができるっていうふうになりますし、またね、 何度も言ってると思うんですけれども、枠さえ空いてればね、こちら、あのー、このホテルはダメみたいなのがね、ありませんので、マリオットのね、無料宿泊特典とかね、またちょっと違ってね、フィルトンのね、このウィークエンド無料宿泊特典って非常に利用しやすいんでね、かなりね、今回のキャンペーンおすすめっていうふうになりますんで、ぜひね、検討していただければなと思います。で、今回のキャンペーンね、 ハメックスはね、既存紹介でもらうと、あの、キャンペーン特典ね、強化されますんで、今回の内容はね、すべて、この紹介のね、あの話になっておりますんで、気になる方はね、概要欄からチェックしていただければなと思います。ということで、今回の動はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が気になった方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげると、とても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。